使用後のコーヒーフィルターコーヒーフィルターとは、コーヒーから引いた焙煎コーヒー豆をこす調理器具のことである。大抵の場合、露シであるが、布を使ったネルドリップ、紙以外の金属、セラミックなどの腰器も刺す。1908年6月20日、ドイツの主婦であるメリタ・ベンツがドイツ特許商標庁へ出願したコーヒーフィルターの特許が認められた。その後、 彼女はコーヒーフィルターの販売から始まり、コーヒー関連製品を製造する会社メリタを起業した。コーヒーにはコレステロール上昇作用物質、ジテルペンが含まれる。この物質は抽出方法で含有量が異なり、布と紙のフィルターでは除去される。自宅で美味しいコーヒーを楽しむためにハットヒストリー・オブ・コーヒー、ハットマリリンシー、コーナラスイ、 アーメドエル・ソアミー、コーヒー、カフェン、アンド・コロナリー・ハート・ディジーズ、カレント・オピニオン・イン・クリニカル・ニュートリション・アンド・メタボリック・ケア、ボリューム10、ノーロク、2007、P745 から751。ありがとうございます。